豊富競輪場の一豊富競輪場は山口県豊富市にある競輪場。施設所有及び取材は豊富市。競技実施はジャカ・西日本地下本部中四国支部。豊富競輪場は1949年に開設された。地元出身の作家である伊集院生は日本一小さな競輪場と自称に記している。マスコットキャラクターはホープくん。 記念競輪として、数王国府廃総奪戦が開催されており、過去は9月に開催されていたが、近年は9月から11月の間に開催されている。また、現役時代はマーク屋として鳴らした石村正俊を称え、石村正俊賞が開催されている。その他の廃競争には、毛利賞、三島歌賞などがあり、中国地区、四国地区で持ち回りの WJ カップも開催されている。特別競輪は1996年2002年2006年にふるさとダービー、2015年には共同通信社会が開催された。2012年11月からはモーニングレースとして午前9時に第 1R を発送する開催が一部で実施されている。実況は昼間開催時は宮原英治。 モーニング競輪及び一部の昼間開催時は和田敏子が担当している。かつては宮本隆史あたいが実況を担当していた。トータリゼータシステムは日本トーターを採用している。2011年5月14日の開催からはオッズパークにおいて手芸活式投票のセレクト5.7を発売し、2012年12月3日からの開催より、 ランダム7が追加で発売される。333メートルを使用している。直線はやや短めだが癖の少ないバンクである。また、競輪場の周囲見方は山に囲まれており、立地による風の影響がある。ありがとうございます。